どうもレグミーチャンネル野田でございます。今回もですね、皆さんからいただいたご質問に一問一答でお答えをしていく質問箱のコーナーでございます。今日いただいたのは、おいつもありがとう、石井さんやね。石井さんありがとう、質問です。へい。よくインターンシップや専攻の ES で、その業界でチャレンジしたいことを聞かれるのですが、まあ確かにね、企業の事業内容を書けばいいのでしょうか、それとも自分が開拓したい領域などを書けばいいのでしょうか、気になるのでお答えいただければ幸いです。ほう。あれやな、全社書いても意味ないわな。その会社の事業内容はね、その会社知ってますから、まあ、シンプルに、石井さんのね、質問やと思ってこうやって選ばせていただいたのは、要は、Q に対して、まあ、A を書くわけですけど、ES ってね。Q を正しく読み取るっていうことはめちゃくちゃ大事ですよっていうことを今日ね、まあ、この質問にお答えするのを例に取りながらお答えできたらいいんじゃないかなというふうに思っております。でね、まあ、だから、その業界で何をチャレンジしたいんですかと。要は、まあ、皆さん考えていただくと、皆さんが受けてる会社は基本的に営利団体なわけですよ。で、その会社がもっと儲かるようになるとか、何しろもっとね、その会社の大事にしたいことが広がるようになるということを知りたいと思ってる人たちでございます。で、その業界に対して、何しろその会社に対してですね、あなたがルーキーとして入っていったら、どないして伸ばしてくれますかと、うちの会社のこととか、うちの業界のことをっていう、要はこの妄想話っていうんですかね、ロマンチックなことを書いてほしいと。いうような質問でございます。で、その Q だというふうに受け取ったときに、何書くねんっていうふうに考えること。この問に関しては僕やったらこういうふうに思いますってことを答えてあげれますけど、そうじゃないときも皆さんいろんな Q、質問に、出会うわけです。それをこうね、どんなふうに理解をするのかってことはすごく大事なんで、ちょっと参考にしていただけたらと思いますけど、まあ今申したような感じですわ、この質問やと。で、アンサーは、まああなたが言ってる2択で言うとですね、1が事業内容を書けばええんかっていう話、2は開拓したい領域。まあ、どっちかで答えるんやったら後者ですわな。だって事業内容はね、さっき言ったみたいに知ってますから、企業の人は。でもまあ、あんまり口頭無形なこと書いてもね、例えば電気メーカーさんがいらっしゃると。電気メーカーさんいらっしゃるときに土掘りまんねんって言っても、おいおいどうした急にお前と。まあまあ別にそれでもいいんですよ。もともと全然違う仕事してたけど、今は違う形で生き残ってるって会社さんもあるんで、それが 100% あかんとは言いませんけど、読んでる人が、おお、うち電気メーカーやぞと急にこいつ土掘るって言ってるけどっていう、もうわけわかんなくなるといけないんで、わけわかるロマンチズムで書いてあげる。ないしは論理が別に飛躍しても構いません。飛躍するなら飛躍する理由がわかりゃいいので、そういう意味では、あなたがね、まあこういう時に僕をおすすめするのは、あなたがその会社の1年生でもいいし、3年生でもいいし、5年生、ないしはまあ日本の大きい会社やったらまあどうやろう、ちょっといろいろ決めれそうなおっちゃんぐらいになったと、おっちゃんないしはお姉様になったとすると、いうふうに思った時に、その今の会社の現状とか、ないしは未来こういうふうにやっていきたいですとかね、中継とかで出してくれてると思うんですけど、そんなん読んで、私やったらどないするかなって考えてそれ書いてあげるのがいいと思いますよ。もちろんね、皆さんの学生さんでらっしゃるし、その業界とかその会社のプロではないんだけども、逆に企業が新しい人を採用するってことはですね、新しいこのアイデアだったりとか、血を入れたいと。いうことでございます。意見の多様性をもっと大きくしたいなっていうことのために皆さん採用されるわけですか ら、 だからそういう意味ではね、別に素人だって答えることはできるわけですよね。自分がもしそこに入ってたとしたら、ないしはそこにいたとしたら、なんかそういうふうにね、純粋にピュアに答えてしまって僕はいいんじゃないかなと思います。はい。で、当然その上で相手のことを言って理解してるってことはね、めちゃくちゃ大事だと思うんで、そういう意味で例えばレクミ以外でも、就活の動画っていろいろ上がってたりするし、あとはその会社がオフィシャルに出してる、特に未来の話今回聞いてますから、中継みたいなのありませんやん。うちは向こう3年かけてこうなりたいですとか、うちは向こう10年こういうふうになりたいですとか、そことあまりにも違うと、お前それぐらい読んどいてくれよっていうのは正直言うとね、企業さんからすると思ってらっしゃる部分も多いと思うので、そのあたりは事前にインプットした上で、じゃあっていうふうにお考えになってお書きになるのがいいんじゃないかなというふうに思っておったりいたします。はい。ぜひね、この問いに対してはまあそういう答えになりましたけど、大事なのは Q に対して、Q を正しく理解して A を自分でこう考えて書いていくと。答えなんかありません。他のね、レクミーチャンネルの動画でもいろいろ話してますけど、答えが絶対あるなんてことございませんので、自分なりのね、思うことをね、伸び伸び書かれるっていうのが一番大事ですよ。はい。なんでそのように自信を持ってね、文章にね、自信がない文章って正直言うと見たらわかります。面白ないんで。
なんで面白いなというかね、自信がある文章を書いていただきたいなというふうに思っております。よろしければチャンネル登録高評価いただけると幸いです。今日もご質問ありがとうございました。また質問ね、この下にあるんでね、何かあれば遠慮なく聞いてください。失礼します。